はい、というわけでどうもおはようございます。おはようございます。今日も元気にホラーゲームやっていきたいと思います。はい、はい、やってみましょう。マオプレイです。新しいショーから始まるということで、暗中模索頑張っていきたいと思います。興奮を隠しきれませんちょっと寝起きです、うどんを食べてきました。美味しかったな。あれ美味しかったほら、ここから入れそうだ。マジで早く、これって不法侵入にならない？大丈夫だって。あ、そういう2人か、これ多分2人ですね。怪我しても知らねえぞ。あれ3人？あのクレヨンしんちゃんの1話みたいな雰囲気のいい廃墟はね、取り壊される前に記録しておかないと。うわー、5年前の何があったの？次俳句じゃねえ。おいおい、くそが病院再び。マジで？あの明るいのを見せた後にみたいな。院内感染、あかんやつやぞそれマジで？あかんやつやぞ何の症だこれ。トツじゃない、むせびなくだこれ。コクの症。おい同国のコクだよこれ。カグラリン、またあ、病院じゃん。だって病院に飛んだじゃん。あー、病院始まったマジかよ。いやまだ分からんぞ、病院じゃないかもしれないからな。9割9分病院、俺のやりたくないシリーズ。違う、ここで手紙読んだんだ。で電話かけてワープしたじゃないですか。え、そうだっけ。日々の京子で、そうで、あれあれ違う、んこれだって塩さんが、あれ俺のコーリング電話帳リストはどこ行った。電話かけた気がするけどな。ちょっと待って、動くな。岸辺千代に電話かけたよな。はい、自分の携帯を見失ってる。コーリングによって携帯を見失うことは死を意味するからな。重いこと言わないでくださいよ。ちょっと待って、千代の番号はどれか分かんない。9971161286ってかけてみて。ハイウチマック両手でかけろ。997116286。はやす、紙携帯ポチポチ。お、つながる。お、めっちゃロードしてる。ん？ワープしてるよこれ。ワープしてる？あ、ほんとだ、ワープ来た。これで絶対合ってるのかな。まあ、合ってると思うしかないな。合ってました。え、どこ。あー、え、ろうそくってこんなに早くなくなんない？ 6 時間ぐらい経って。大丈夫だって。我々はだって、絵で結構でも6時間はやってないでしょ。ゲームの中ではもう6時間経っちゃったんだよマジで。あそこで6時間とか発狂もの、うん、え、ここどこ。ここ、あ、パソコンがあるとこじゃん、これ。おばあちゃんと来た。うわ、俺千代さんの時ここ明るいよ。あ、携帯だ、携帯。え、どっち。その中とか結構落とし、箱の中どこどこ。そのドアの中、これ。やっぱ、おお、あったあったあった。携帯電話を入手。おお、あ、おやじ、あの子助けたかった。千代さんだこれ。え、これ千代さん。千代さんっぽくね。え、もうちょい若かったですか。ああ、そうか。やべえ、俺今完全に油断しきってんだけど。ああ、何これ。中止モードだ。中止だ、中止。何すればいいの。いや、だから中止だって。いろいろ視線を変えないと。あ、そっか、これで変えない。先が見えない。おお、あの人だ。あの子、子って年の感じじゃなかっただろう。この部屋探索しなくて大丈夫か。でも暗くて何も見えないでしょ、だって。そっか、懐中電灯がねえんだ。パソコンルームの方が、パソコンの方が懐中電灯ないかな。行くの？てか俺もう昨日から叫び続けて、なんか叫ぶと耳の奥痛くなるようになってきたんですけど。
明るかったのにな。うわ最悪、若い者に試練を与えてる感じだよこのクラスさん。最悪だよ。でもパソコンの電気さえついてれば僕は暗くてもやっていける。そうか、自分の部屋に限り。かっこついていきましょう。出るしかねえか。いやーもうね限界に近いかもしれない、ね、全ての。あ、いた。もうついていくしかないな、暗くて何も見えないから。これ動いたやつやん、動いたやつやん。あ、なんかあるぞ。右、これ、これ非常口のあれか。非常灯ですね。照らしとけよ、非常時だろ。とりあえずセーブをするか。あ、セーブできるっけ。猫いるじゃん、ここに。そうですね、暗いからってなんか怖がっちゃいかんぞ。意味がわからない、その暗さに対するちょっと虚栄心みたいな。なんすか。やっぱ怖え。もう俺声がちょっと変わってますもん。地図見てさ、あの青色のとこ、青色のとこじゃねえか、青色のところにいたんですよ。いたのか。あ、ほらパソコン談話室ってなってる。ここはまだ調べてませんっていうのが。あ、出てない。でどこに行ったんだろうかなっていう。左猫の対面のさ、病室みたいなところは。病室行ってみますか。トイレ行くのは怖いだろう。嫌ですね、トイレ行けなくなっちゃう。うん、いる。返事しなくていいんだけどさ。なんでカーテンかかってんの。いやもうそのカーテンはフラグにしか見えない。フラグにしか見えない。なんだこれ、フラグにしか見えない。暗くてよく見えないシリーズ。ダメ。うん、でも多分どこ調べても暗くて見えないシリーズかもしれない。懐中電灯探すの先か。そうですね、一回出ます。うぅ、他どこだろう。他は猫の後ろの部屋かな。それしかないですもんね。うん、あそこか。ちゃんだけだからねって言った時の部屋じゃねえ、ここ。え？ここの電話で。電話なあった。おばあちゃん、おばあちゃん助けたからね。俺らおばあちゃん助けてあげた。おばあちゃん導いたんだ俺らは。それはね、それ相応のなんかやつやってほしい。そうそうだよ、扱いを見せてくれよ。ちょっとね、気使ってほしいよ。懐中電灯あるのかここ。まさか懐中電灯を奪われるとは思わなかった。なんか置いてあるね。電気ついた、優しさ。なんだこれ、日比野の日記。あ、日比野ってどれ、誰だっけ。おばあちゃんに手紙書いてた人。うん、担当の患者さんに挨拶してきました。レイコちゃん、レイコたん。初めてないみたい、緊張してんのかな。毎日楽しく笑って過ごせるように頑張ろう。看護師さんじゃないかこれ。看護師さんか医者。あ、看護師さんだな。写真なさんだよ。あの人か。あら、なんともいい。あら、え、さっきの例はこの看護師さん、じゃあ日比野さんか。じゃあこの子よく絡んできた子だよな。僕らとねちょっと仲良しの子ですよね。よく見るやつですね。あ、そう、この子だ。なーに、この回想やめろ。やめてくれ。この子いい例なのか悪い例なのかよくわかんない。嬉しい回想じゃない。おっ、かぐらちゃんも昇天してませんでした。朝霧れいこ、朝霧れいこ。もうなんか俺悲鳴が出なくなってきた、喉が壊れて。詰まってるのか悲鳴が。もうだから代わりに俺が同刻するから大丈夫か。あ、でも明るい。ああ、あ、きっさな。なんかさ、ありましたね、左上にあったよ、なんかこっちでしょ。これ何、これ、何これ、いいものじゃない。ピエロだよこれ。これお前よ。あ、これ一番やばいやつ。うん、ダメ、これ今のうちにぶっ壊しとこう、マジで。
いやでもバラバラで追いかけてくるかもしれない。やだこれ、なんで置いてあるんだよな。でも暗くてよく見えないから調べようがないんだ多分。今電気ついたから、あのピエロだって絶対追っかけてくるやつですよ。誰だピエロ。びっくりするからやめて。何これ、ピエロごと怪人道じゃない、違う、ピエロごとけまビビってられるか。なんかあったら決闘してぶっ壊せばいいんだよ。でっかい声出さないで。大丈夫大丈夫大丈夫、来ない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 、ピエロは来ないよ。大丈夫だよ大丈夫だよ。なになになに、何顔険しい。お前ライト持ってんじゃないか。あ、くれ、これ持っていくんじゃない。これどこ掴むの、腰掴むの。大好き大好き大好き、大丈夫、俺お前のこと好きだから貸してお願い。さっき蹴るとか言ってる。電池で動いてたんだ。電池はもう使えない、ろうそくもなくなっちゃった。電池探せ、別の電池が。また懐中電灯、懐中電灯もらうよ。え、電池がないとダメだ。え、この部屋にない電池あります。ありそうなもんだよな。なさそう。電話の電池とかダメ、うん、あ、電池入ってねえか。携帯の充電パックとか電池がありそうなところってどこだろうな。ここなんかありました。電池でも医者のところに電池とかない、あるイメージないですけどね。電池、あいつが、あ、これ見たな、あいつ頑固なやつだ。電池ないか。電池あるとしたら向こうの奥側じゃないですか。でもでも一応ここは開けらんねえかも。意味的な、あれ開いてた。大好きだからね、本当に大好きだから。お前の今動かないやつはもうただのガラクタだ。マジでそういう喧嘩売るのやめた方がいいっすよ絶対。あとでピエロさん塩さんのとこ来ますよ。だって俺、まあ、コントローラー持ってないの大丈夫。最低いたわって。なさそうだけどな、これちょっと怪しいけど。でもなんかぼやーってしてるから多分違う。ぼやーってしてるとダメ説。お、その辺はここら辺怪しいですよね。何もねえか。あら、ないないね、ないね。本当に外回るしかないか。そしたら待っててね。大丈夫だよ、俺は怖くない。あ、ちょっと待って、ここ、ここ調べないとダメ。このドアか。待っててねピエロ君。俺思うんだけど、この猫のさ青い光だけでもさもらえないかと思うんだけど。持ってく、あ、てか持ってったらどこでもセーブできません。そう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 、なんで持ってかないんだろう。いやでもね、地図見てみようとりあえず。それはね、メタ発言的なものが絡むからダメなんですよ。ここの非常灯ぶっ壊して。電池が、電池はないでしょ非常灯の中に。電気でしょ。ああ、どこ、そこまで来ちゃったのか。ここだ。ここ何室、食堂、食堂、食堂の、ここ、あ、え、なんだあれ、何あれ、あ、録音ポイント、あ、録音ポイント、録音はなんか落ち着くな録音がバッてことまだないですからね。いつ来るか分からないけど、録音して録音したってさ、殺してやるとかないからさ、うん、確かに割と普通の感じじゃない。ウキウキウォッチングみたいな。あー、あれーこた、あ、これじいちゃんだ。あ、じいちゃんだこれ。キシベのおじいちゃん紹介しようか。あ、あのシーンだ。私の奥さんだ。あ、そのシーンなんだ。こんにちは、朝霧玲子です。こんにちは。朝霧玲子って隠す多いな。それに比べてもキシベチオ。キシベチオも隠す多いよこれ。私は聞いてるわよ。玲子ちゃんはすごいんだ。私もパソコンの先生だぞ。あ、だからおばあちゃんもネットサーフィン教えてもらったんじゃない。ほら、あ、これでおばあちゃんは、あ、これでおばあちゃんは。でもあの玲子ちゃんが、じゃあお前はたけしに教えてもらう。たけしは孫なんだ、本当の孫だ多分。適当に出したたけしがここまで。隣の談話室にパソコンあるの。メールとかチャットができるから遠くのお友達ともお話ができて楽しいの。あ、便利だね。奇跡だな、俺がたけしの名前出したの。なんか食っていきましょう。塩さん何食べます？腐ってるぞ
暗くてよく見えてんだろうがよ見えてんだろうがよ。パソコンこれお調子、お酒飲めるの、素敵やん。お調子って何？お調子つけといてくれるお調子ですよ。お調子の賞賛のついてたやつ。手洗いうがいで清潔にしましょう。これ投稿目にしましょう。この前俺がこれ言ったとこだよ昨日。これ投稿目にしましょう。昨日同じこと言ったよ。俺の面白いやつこれ投稿目。それ俺が拾うとでも思ったのかい返してきやがった俺の面白いやつ使いやがったいやーやべえやべえ。まあ何か収穫があったということで、まあいいか。まあ一応録音ポイントあったということで。でじゃあパソ室かな、やっぱり。そっちか、パソ室は。こっちです。意外と間取り覚えてる男。クッパー。電池ありませんか。すいません、電池ありませんかね。電池ないっすか。テレビとか電池ないっすか。テレビって、テレビのリモコンとか電池ないっすか。あっ、塩さん、それひらめきの神かもしれない。しかし電池ないっていうね。ここ入って何もなかったっけ。リモコン、ここはさっき入ってたからな。リモコン want please リモコン I want、 私はリモコンを求めています。 I want リモコン yes。 これは、あ、だってこれもさっき前言いましたけど、これ怖いですもん、暗い時に。無視しときゃ、無視しときゃ。何か起こったら無視せざるを得なくなるから、今のうちは無視しとこうと。なるほどね。どうしましょう、下行きます。下行ってくれんなら行ってくれよ。じゃあ行きますよ。僕は行きますよ。その代わり走りますよ。うわぁ、今何か落ちてきたような、そんな気持ちだが。なんもない、なんもない、なんもない、なんもない。行かない、分かった、この階にいるから。もう出てこないで、本当に行かないから、大丈夫、帰らせてくれ。暗い闇の中で大丈夫、一人じゃないから。じゃあ電池くれよ。塩って人がいるから。俺か。一緒にね、遊んで。わあ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 、何やってんのお前。お前ちゃんと振ってる、振ってる、振ってるもん。どっか入ろう、どっか入ろう。どっちどっちどっち、どこ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 行けばいい。ノーノー、あー、もうやだ、やめろ、やめろ、離せバカ野郎。お前これ死にそうだぞ、やめ、初めて死ん、あー、やめろ、離せバカ。やめろやめろ、どっか入る、どっか入りたい。どこ行けばいいの。猫、猫助けて。猫はダメだよ。ここピエロ好き、 I love you help me。 え、まだ出てくんの。どこ行けばいいの。あ、戻ってきた。クソ野郎、クソ野郎が、クソ野郎じゃなくて、クソ女の子。結構どっかの部屋に入れば負けるのかな。やっぱりあいつ敵だった。あいつ初めて襲ってきた。俺信用してたあいつのこと、ちょっとだからね、俺ショック、ちょっと信頼を裏切るっていうのはね、ちょっといけないことだよ。お偉いな、俺もうやめるかと思った。お前だらしねえと思った。お前偉いな、やっぱり走ったからいけないんじゃないかな、やっぱり。もういないよな。でもさ、これさ、これこれ多分さ、俺思うんだけど、これ行こうとしたらさ出てくんじゃないの。だから違う、それ下に行っちゃいけないってことは、ここで何かやることがあるってことですよ。そういうことだな。八方塞がりじゃないか。もう一回下行ってみます。下行って、その前にセーブ しといた方がいいような気もするか。あ、下か、下か、セーブはまだ出てくるんじゃないだろうな。また走んの、あんた。お、行けた。お、行けた。
うおうわ、怖ぁ。怖ぁ。うん、ふんじゃないよ。犬の鳴き声みたいじゃないか。ただ地図。こっから左の部屋と一個飛ばしの左と、あそこが手術室中なんだ。ああ。じゃあこの部屋回りましょうか、とりあえず。行ってくれ。あ、でも、じゃあとりあえず猫の隣、青いから怪しいから、行ってみます。なんで走るの、そうやって。なんで走るのかと聞いている。怖いから。ここ看護室だよ。看護室は入れない？Wii が読み込んでるんですけど、 Wii が読み込んでるんですけど、シュジュチュチュチュ。俺拾わないかな、それ。フィチッ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 。あ、猫だ。猫部屋でしょ、ここは。おい。あ、下になんかある。これ読めんじゃないの、これ。猫の光。猫光。猫光って読めそうな気もするけど。猫光。見えねえのか。優しさもなし。本当に電池ねえな。電池がだって、電池を見つけるために暗さと戦っていたら、その電池があったとしても暗くて見えないっていう、なんかおかしな理由で僕たちを阻む。左の看護室。看護室ってさっき選択できました？いやいや、だって部屋として行けるんだから。タンツタンツタンタンタン。あれ、地図間違えた部屋。あ、行き過ぎだ。あ、本当だ。あ、あの手術室から行けんだ、隣に。猫部屋から隣に行けんの。なるほど。行き過ぎでしょ。あ、行き過ぎてない、ここか。なるほどね。でも猫のそばってことはね、きっと何もないんだよ。大丈夫大丈夫。 I believe。 逆に何もないと困るんだ。 Believe。 困るんだけどな、もうないと。こわっ。お、これじゃあここ最初に目覚めたとこだったな。 あそっか。おいおい、ちょっとなんか録音ポイントみたいなの出てきてほしいな。そうそうな。そうですね、ヒントが欲しい。お、暗くてよく見えない。よく見えないとかわがまま言うんじゃありません。じゃあなんでこういう風に見えてんの、ね、ちょっとそこら辺説明しなさい。真っ暗でいいのか。じゃあこことはないっていう。真っ暗でいいのかい。そんなのはダメだろ。だとしたらもっと気合い入れてさ、これ電池じゃないみたいな。 Is this 電池？ Oh no, it's 電池。とりあえず奥行ってみるか。奥部屋、トイレ行けないし。トイレは行けないの、助かるな。あ、この対面開いてますよ。病室だろ、ただの。薄い気がすっけどな、ここは確実的に。そう？じゃあやめとこう。じゃあやめとこう。どっちかっていうと俺、その、奥のさ、あの、医務室的な。このカウンターの向こう側の部屋が気になる。あ？あ、声聞こえるぞ。僕の耳がおかしくなった。録音ポイントだ。この中かな。あかね。そこ調べる。周りない、周りない。後ろ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 。本棚とかさ。あ、これラジオとかじゃ。あ、その電池もらうんじゃね。そこ開かないから。賢スポイントかもしれない。その右とか。あー、あった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 。古いラジコカセットレコードだ。電池を取り出そう。よし、調べよう。電池口がどっかにあるぞ。テープ入ってない。テープ入ってないとか。これ電池口だ。違う、これだ。そう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 だ。これだ。クパー。単一。単一か。やった。あら、あの子を助けたかった。はい、任せてください。あ、もう電、あ、もう、あ、あれは取ってあるんだ。取ってある設定なんだ。上戻る必要ないんだ。やったじゃん。ちょっとセーブします。うわ、あ、心強っ。なんで セーブするのに行っちゃうの、こっちに。え、だってここじゃないですか。手前だよ、手術室だから。キュキュキュ。あ、本当だ。手前だよ。手前です。
俺今ムンクの叫びみたいな状態になってるからな。うん、これワイプで出しましょうね。後でシャンデラしてください。あっ、それ下下下下。3回の病室もあったな。ありましたね。玲子ちゃんが楽しそうにしてるのを見ました。何かあったのかなと思って聞いてみたら、携帯でチャットをしているみたい。何でも待合室に置いてある雑誌にそういった記事があったとか。解放された談話室から鼻声が聞こえてくるくらい、ふと気づくと私の携帯に玲子ちゃんが来ました。わざわざメールしてくるなんて、よっぽど携帯気に入ったのかな。唯一外の世界つながってこって疑似弾丸かもしれないな。あ、分かった。だからあら、目を閉じましたね。あ、よかった。なんか来たから閉じたのかと思った。お前らのセーブさせないぞよ。See you next time. Bye bye. やめんの。